今回は袖口の開きの見返し開きの説明をしようと思います。まずこれは見本で縫ったものなんですけど、の見返しは裏側にこう見返しがつくというやり方なんですけど、見返しといってもこういうふうにこう周りをロックをかけてある見返しもありますし、この見返しの端をステッチをかけてある見返しの始末もあります。これは見返し始末で縫ってあるものなんですけど、折り曲げた時にこの辺りが綺麗なのは周りをステッチしてあるやり方で、こちらの方はとても厚い生地なんかの時にはこう折り返してしまうと、その分も縫い代が厚くなってしまうので、ロック始末のままだとここは薄く仕上がります。まあ、ロックが見えるのが嫌だなという方は、ここを細い裏地なんかでパイピングをしてもいいと思います。今日は両方の縫い方の説明もしようと思うんですけど、まず最初に端を縫うやり方で説明をしていきます。まず型紙の取り方なんですけど、この幅も自由なんですけど、これは 1.5 センチ、見返しの脇から 1.5 センチの位置で平行線を引きます。両側ここが中心線なので、中心線延長にまた 1.5 センチのとことつなげてベース型のようにします。これを写して袖口は1センチの縫い代と、この周りは5ミリの縫い代をつけておけば良いです。型紙が取れました。見返しには接着芯を貼ります。これで見返し部分裁断をしていきます。これでこの周りを5ミリでアイロンで折っていきます。見返しの周りを5ミリで折っていきます。これも折り目のしっかりと折り目がしっかりつくようにアイロンをかけます。
次に空きの形を見返しに写していきます。今回はフリクションペンで写します。しました。袖を切ってきたところなんですけど、空きの止まりの位置に印をつけます。ここに穴を開けておいて、ピッとしてもいいですし、しつけ糸で印をしてもいいです。は口の中心です。これで縫っていこうと思います。見返しを表地と中表で合わせます。この止まりの位置はぴったりと合わせておきます。これでフリクションで描いた空きの形の通りに縫っていきます。少し縫い目は小さい方がいいですね。この辺まで来たら、この先の小丸はとても縫いにくいので、ここは手で回して線の上にたどり着くように押さえを上げながら手で回して縫っていくと綺麗な小丸ができます。まっすぐになったらまた足で踏むか、スタートストップボタンでするといいと思います。に綺麗に小丸が縫えました。ハサミで切り込みを入れていきます。まず真ん中に上端、糸の端ギリギリまでで、この時に糸は切れないけどギリギリまですることによって、切り込みを入れることによってズレが少なくなります。それにあとは矢羽にあと2箇所も入れます。これでひっくり返していきます。ちょっと一旦表側に、裏を1ミリ控えてアイロンをかけます。表から見て引きずれてないかを確認してからアイロンをかけます。
ロック始末の見返しも型紙を作っていきます。これも取れてるものなんですけど、周囲2センチ、これも好きな幅でいいんですけど、今回は周囲2センチのここの丸くなった型紙を抜き取っています。これも裁断をしてしまいます。見返しの周りにロックをかけていきます。ただ見返し周りは結構急なカーブなので、こういう時にはとてもロックがかけにくいです。勢い余って外れてしまったりとかして、形がこの形にとどまらないことも多いので、綺麗に縫える方法というか手間なんですけど、ちょっとやってみようと思います。まっすぐのところ、この辺りまでは普通に、縫えるところまで来たら足で踏んでしまうと勢い余ってしまうので、ちょっと押さえを上げながら軌道修正をしながら、ロックに慣れてない方はもう手で回して形が綺麗になるように、押さえを上げながら真っ直ぐのところに戻ったら、また足で踏むようにすると、カーブの部分がきれいにロックをかけることができます。見返し周りにステッチをかけていきます。1ミリぐらいでかけています。これでステッチがかかりました。見返しも同じように縫ってひっくり返したら、見返しの端は1ミリのステッチで空きの周りを縫っておきます。この端がこうペラペラするのが嫌な場合は、この端も縫っておくといいと思います。2種類の見返し始末ができました。こちらは裏返しても綺麗に見返しの端を縫い込んでいます。こちらはロック始末で薄い仕上がりになっています。皆さんも見返し始末をやってみてください。